語り場チャンネル。こんにちは、語り場チャンネルです。本日は人生初のサッカー観戦をしてきました。まあ、富山県なので J3 で頑張ってるカターレ富山を、まあ、応援しようかなと思って、ちょっと試合見に行こうかなと思ってたんですけど、たまたま砺波市の日に当たって、チケットが無料と、いうことで、まあ、初めて見に行くのにね、ちょうどいいきっかけかなと思ったんで、ちょっと遊びに行ってみました。で、まあ、きっかけになったのが、まあ、推しのキッチンカーの、ダイニングキッチンカー313が、まあ、出店するということで、まあ、たまたまその試合ついでに見ようかなと思ってちょっと見てきた感じですかね。はい、じゃあそんな感じです。ちょっと見てください。どうぞ。まずはここからスタートですね。応援しています。それだ、今日は砺波市デーなんでチケットを交換できるんです。あ、ここかな。ちょっとチケット交換してきます。チケットゲットしました。2000円のチケットが無料で今日は入れるんで非常にラッキーですね。なんかないと思ったら全然違うとこだった。よっしゃ、食うぜ。観戦楽しみですね。初の J3 ですけど、サッカー観戦行きます。前だって何もかいつけない。サッカーだ。Come on.
Thank you.
漁業の持ってったんで。はい、ということで、試合の方は、2対2の引き分けということでね、ちょっと2位のチームが昨日勝ってたんで、これで勝ち点が3広がってしまったんですけど、まだまだ、2位に上がるチャンスは、十分残ってるんで、ちょっと負けられない試合が続くなという形ですね。まあ今日も試合がね、ちょっとね、展開的にはちょっとビハインドが、長い時間続いたんで、ちょっと苦しい試合展開でしたけど、まあ、前半にね、失点してしまって、で後半入ってすぐにね、同点追いついたんですけど、その後また失点がありアディショナルタイムで、なんと同点してなんとか引き分けに持ち込んだという試合だったんで、まあ、試合としてはまあ面白い試合だったんですけどね、まあ勝ちきれなかったんで、ちょっとまあ残念な感じでしたけど、まあまあ初めてサッカー観戦したんですけど非常に楽しめたんで良かったかなと思います。まあ今後もちょっとね、カターレ富山を応援していこうかなと思ってます。ここまでご視聴ありがとうございました。